どうも、推しがすべしの日本人アニメリアクターわさもんです。よろしくお願いします。今年の目標はチャンネル登録者年々5000に目指しておりますので、もしよろしければ高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは天国大魔教第4話ククです。女の子じゃねえっけ、中におった、中の世界の女の子じゃなかったかな、あの施設だか学校だかみたいなところの、どれがククかは覚えてないけど、あのなんか目ギョロッとした子やねんか、違ったっけ。まあまず前回のおさらい、第3話が過去の話だったな。キリコとハルカやったっけ、ハルキか、ハルキの話だったね。いや、あの第2話でさ、おっちゃんがレーサーだったよねっつって、でなんか弟が死んでみたいなのがあって、それをこう、まあ実際にこういうのがあったんだなっていう回だった。キルコっていう名前がその2人の名前をこう組み合わせたやつなんだけど、なんで名前入れ組み合わせたのっていうのがもう衝撃だったね。どっちをベースに作ったかでいろいろ分かれるんだけどな。なんか両方ともありえりそうじゃん。弟ベースでお姉ちゃんの体なのか、姉ちゃんベースで弟の記憶っていうか脳みそっていうか、なんかあれをやったのかっていうのがまだはっきりは分かってないね。むずっと思ってで、そんなところで終わり際に、まあその現在に戻って、魚の目がうわってなって、でエンディングであの魚のあいつが出てきて、それをよくよく思い出してみたら前の話でなんかそれ書いてるくねってなったから、あの青年が書いたのが現実になるのか、あの青年が書いたやつを誰かがこうどうにかしてやってんのかっていうのもいろいろ考えたりはしたけど、わからん、なんも。見るしかないんだよな。でもね、ディズニープラスの良くないところで。激おもなんだけどね。見ます。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもちろん回しよろしくお願いします。はい。それでは、ディズニープラスで再生していきます。3、2、1、スタート。重かった。ちょっとずれたわ、気持ち悪い。まあ生きてんだろうね。オープニング。マジかってなるよね。わかんねえ。まあでもいろいろあるよな。ここマジでかっこいいんだよな。ここマジでめっちゃかっこいい。わかんねえな。でもあの魚どこにでもおるんか、あいつら。でもどうやって中と外がつながるんだろう。ああ。本編開始。
こいつか、ククッ。顔がないっつってたよね、赤ちゃん。壁よ。どういうこと？まあできんよな。クク。なんだろう。こいつも身体能力高いよな。ああ、この前の応用やん。異常行動やん。映ってない。映ってない。あれ時雄だ。あれじゃあ こいつがククか。いや、今、中の外です。お、同じ手じゃねえもしかして。違うかな。マジか。30分。うわあ。はあ。丸太、ああ丸太ち、それもよく分かってないんだよな。なんで丸を触っただけで倒せんだろうか。うっ、早く。お魚さん、
やべえよ、来たよ。動かん。おお、吸収させてんのか。へえ。すげえ。終わるでも。マルタッチ。まあでも買ったからいいじゃない。やばそう、怖えな。登れる？ちゃんと。なんか魚の目と一緒やね。食われるんじゃない？保育気質。なんで保育気質入れなかった？やっぱ映ってねえよ。映ってねえよ。あ、やべえ。足跡残った。こっち見てる。おい、名前言ったじゃん、不穏じゃん。やばいって。ミーナ。
えらい頭いいな、こいつ。ミーナ。何やねん、君は。あら。気持ちのいいやつらでしたね。なんと三つ葉のマーク。ようか。いにしえから伝わる親父ギャグ。パンチ。全然違うな。全然違うな。そうね。どうした？止まらない気持ち。ちょっと怖いな。ダメだ。
生々しい。何？どうした？まあでもさっきの生々しいの聞いとったらそうなるよな。というか、この気持ちじゃ。逃げて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 。ここは危ない。逃げて。ここは危ない。
でもやっぱなんかあることは間違いないんだけど、何があるのかがわかんない。やっぱこいつなんだよな。でも赤ちゃんのあの目が魚の目と一緒なんやな。で、この飛んどるこの人間みたいなやつも書いとったんやな。クジラはわからんけど。絶対なんかやってんだけど、何をやってるかがわかんない。あとなんか気になったやつはね、あれよ、あれだ、なんであの二人は監視カメラに映らんかったんかな、なんでなんだ、なんであの二人は映ってないんだ。で、あと警報が鳴った時に保育室に入れんかったじゃん。こうやってあれってなって、でそしたら、いや、あそこに行ったはずなのに、あのメガネかけたおっさんもすぐあの校長先生のところ行って、ここに侵あいやまあなんか捉え方次第か、ここに侵入者があって言ったけど、だからあの建物全体のことを指すんだったら別にここに侵入者がで合ってるんだけど、ここの部屋、校長の部屋に侵入者がっていう意味合いだったらなんかちょっと意味が変わってくるんだよな。でもあの感じだとこの建物の中にっていうあれでいいとは思うんだけど、ああ、違うな。校長のところか、校長の方を指してるような気がするね。でもそしたらなんでこの指紋認証みたいなあれが止まったのかがわかんねえんだよな。で、第4話のサブタイがククなんだよな。あのギョロメちゃんがクク。あの子のあのこうスパイダーマンみたいに登っていくのがさ、魚のあの手と同じような感じもするんだよな。年齢とかいうあれはないのかね、多分中の子たちは。なんか若干のその精神発達的なあれはあると思うけど、教育をしてないからどうのこうのとか、どういう感情でこの子たちは起訴してるんですかねみたいなこと言ってるから、多分なんかそんなんだと思うから、そう考えたらタラオのあの ここから逃げてがわかるんだよな。タラオは多分外から来た人の可能性が高いと思う。で、まあ外じゃないにしてもあの病気を発症してるっていうことは外の人と同じもんな。第2話か第3話かであったじゃん、なんかお姉さんがあれにかかっとってやん。って考えたのに、いろいろまた難しいことになっちまったな。考えるか、むず。終わり。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらのチェックぜひ。ということで、天国大魔教第4話、ククでした。ありがとうございました。ならね。